ベネッセ。このイベントはプログラミングをより強化に役立つ形でできないかということで、ロボダンと一緒に開発したものです。今日は初めてなのでプログラミングは難しかったです。算数とかも難しかったんですけど、先生に教えてもらって頑張ったらできました。今日は算数のプログラミングでいつもより算数がちょっと楽しく学べたと思いました。楽しかったです。今日は初めての開催だったのですが、低学年小学校に 2,3 年生のお子さんたちも楽しんで参加してくれて本当に良かったと思ってます。2020年のプログラミング必修化に向けて、世の中多くのプログラミング教室ありますが、クラスベネッセでしかできないこと、より強化に役立つプログラミングというものを目指してやっていこうと思ってます。これからはですね、定期的なプログラムとして開発を進めていきますので、皆様引き続きご支援よろしくお願いいたします。